はい、今回の動画は iPhone のキーボードで音声入力のボタンを消す方法を解説をします。で、この iPhone 文字を入力するときにですね、このキーボードのですね、この今左下の方を見てもらうとマイクみたいなボタンがあると思うんですけども、まあ、これ音声入力のボタンになるんですけども、まあ、これがですね、もう一つ左側のですね、このキーボードの切り替えボタンの右隣にあるので、このキーボードを切り替えしようとしてですね、間違ってね、この右側を押して音声入力の画面が開いてしまうという、ね、経験をされたことがある方も多いと思うんですけども、まあ、これがね、まあ、音声入力をもう全く使わないという方の場合はですね、まあ、このボタンがあるとちょっとですね、この誤操作の原因になりますんでね、まあ、今回の動画ではこの音声入力のこのボタンを消す方法を、ね、解説をします。じゃあそれではですね、まず設定の画面の方を、ね、開いてもらって、画面をちょっと下の方に下がってもらうと一般という項目がありますんでね、こちらをタップします。でさらにここを下に下がるとキーボードという項目がありますんでね、こちらをタップします。そうするとここにですね、真ん中あたりですかね、音声入力というところが、標準だとこれがオンになってますので、ここをねタップしてオフにしてください。で、この音声入力をオフにするというところをタップします。はい、これで音声入力の方がですね、オフになりますので、もう一回ちょっとキーボードを開くと、先ほどですね、このね、このキーボードの切り替えボタンの右側にね、このね、マイクのマークがあったと思うんですけど、それがね、今消えたと思うんですけど、まあ、こうしておくことによってですね、このね、誤操作というのがなくなると思いますんで、まあ、音声入力を全く使わないよという方の場合はですね、こちらね、オフにしといてもらえると便利かなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。